阿蘇神社の日降り神事が昨夜行われました。国の重要無形民俗文化財に指定されている日降り神事は、農業を司る国辰の神と姫神の結婚を祝い、氏子たちが松明で出迎えたという故事にちなむものです。熊本地震で倒壊し、昨年末に再建された楼門の下では8年ぶりの日降りとなりました。神聖な気持ちになりました。すごく気持ちが良かったです。怖かったけど暑いけど楽しかった。日降り神事が終わると、阿蘇地方にも本格的な春が訪れると言われています。